皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。えー、ジャッサウェイです。えー、あー <laughs> えーっと、はい、えー、っと、小関啓一です。えー、っとですね、ツイッター上では、あのー、私は、あの、ジャッサウェイということで、あのー、ハンドルネームでやってるんですけども、あの、グーグルとですね、フェイスブックと YouTube では、私のあの、本名が出ております <laughs>。はい、あのー、 小関圭一ことジャストウェイこと小関啓一ことでござす <laughs>。あ、ジャストウェイね <laughs>。はい、ということで、えっとですね、あの、一応、まあ、ああの、私の本名は出てるんですけども、ジャストウェイ、競馬予想動画ということで、えっとですね、月曜日、あ、 今日はあの日曜日、えっ、ー、と、1月10日、10日だったかな、今日。1月10日の日曜日午前7時でございます。はい。えっ、ー、とね、えっ、ー、と、仕事中なんですけども、あの休憩中からお送りしております。えっ、ー、と、そうですね、明日のあの、フェアリス、えーセックスの予想動画なんですけども、全く予想しておりません。<laughs> ということでですね、今からあの即興でいきますんで、はい。 あのー、でもね、ちらっと見たんですけどもね、とりあえずあの僕、シーブリーズラブから入ってみようかなと思います。はいまあ、理由は <laughs>。理由はピンときた <laughs> 理由はピンときたかなうんでも、まあ2番人気なんですよね。はいそれか、あのー、ジュベナイルフィリーズ走って。 クードラパン、クードラパンでいうの、クードラパン、そうですね、クードラパン。うん、あとは、そうですね、5百9番のレッドシルビー、まあ、うん、レッドシルビーかなーなんて思ったんですけども、あの7番人気なんですよね、今ね、はい、まあ、うん、特に理由がないんですけども。<laughs> はい。二歳戦なんでね、とにかく、あ、二歳戦、三歳戦なんでね、とにかく、まあ、あの、データが少ないっていうか、はい。うーん、あとは、そうですね。また、あの、コパのマリンとかね、あの、あるんですけどもね、あのね、この馬はあれかな、なんてますけど、<laughs> うーん、あとは、そうですね。 台湾ダッチェスとかね、あの、前奏、あの、未勝利でね、あの、勝ってるんで、そのままの勢いでね、あの、ね、G3 を制覇してもらいたいんですけども。うーん、あとは、なんだろうなー、BB ・バーレル。うん、あ、俺、BB ・バーレルから行こうとしてたのかな。うん、<laughs> とにかく、あの、そうですね。 とりあえず、あの、頭はですね、あのー、シーブリーズラブから行ってみたいと、ああ、どうしよう。どうしようかな。やめようかな、これ。シーブリーズラブ。いや、やっぱりあの空洞、クード、洞ラパンから行きます。はい。まあ、理由はあの、ジュビナルフィリーズをね、経験してるんでね、あの、大きな舞台をね、経験してるんでね、はい。だいぶはメジャー参加かもしれないですけども、まあ、あのー、 そそここいいレースはしてくれると思います。はいサフランショでもね、中山で走ってるんでね、1着取ってるんでね、それで、そうですね、クードラパンから僕は入ってみたいと思います。すいません、家じゃないんでね、本当はちゃんとね、あればですけどね、ちょっと今、買ってこようかと、健ケア検討しておりますんで。はい フードラパンから入って、そうですね、まあ、うーん、そうですね、お隣、あのー、もしかしたら、あの、12、13、14とかね、あの、3、4、5ラッシュとかね、はい。あ,あとは、やっぱり、まあ、そうですね、対抗にシーブリーズラブいきますか、はい。対抗にシーブリーズラブいきます、はい。 で、あとは、どうしようかな、うん。BB バーレル気になるんですよね。6番人気ですけどもね。はい。でもこれ、あの、あれかな、中山走ったことないのかな。うん。コパノマリン、コパノマリンはどうでしょうか。うーん。ないこともないとは思うんですけどもね。みんなね、もう1位取る権利はありますからね。みんなにね、16番人気でもですね。<laughs> うーんまあそうですねでも1番人気来たらねあのオッズ下がっちゃうんでねはいあのそれはなしにしといてそうですねえっと BB バーレル僕い,いこうかな BB バーレル BB バーレルレッドシルビーえっ、ー、とあとはそうですね24ということではいわかりましたはい いました <laughs> えっと、クードラパンから、えっと、番号で言います。えっと、クードラパン、あ、いやー、あの、クードラパンから、えっと、ごめんなさい、なんて言んだろう7枠10、7枠13番、クードラパンから、えっと、そうですね、対抗で、えー、6枠11番、シーブリーズラブ。あとは、えっと、 3枠6番 BB バーレルえーと5枠9番レッドシルビーで6枠12番何ねこれリセ・エンヌはい7枠14番アルジャンテということで、は。い 以上、あの僕はこれで、あのー、そうですね、フェアリーステックスは勝負してみたいと思います。えっと、もう一度、えっと、復唱します。えっと、七百十三番、クードラパン本命の、えっと、六百十一番、シーブリーズラブで対抗します。で、あとは、あのー、ま、あ三角、三角、なんだ、三角、穴とか、まあ、あま、ああの、真っ白三角です。はい。えっと、三枠六番、ビービーバーレル、えっと、五枠九番、レッドシルビー、六百十二番、リセエンヌ、 えっと、764番、あるじゃんってということで。はい。当たるかな <laughs> さっきですね、あの、一番くじ、あの、コンビニで引いたらですね、あの、なんかワンピースの一番くじにあって,て、てなんかあの、こんなあの、あの、バスタオル当たりました。はい。あの、なのでね、ちょっとね、今、運使っちゃったんでね <laughs>。当たるかどうかわかんないですけども、とりあえずあの、明日、 勝負しましょう。ということで、<laughs> ジャストメイケーブル動画、えっ、ー、と、これで終わります。あ,あのね、えっ、ー、と、トラックの中で撮影してるんですけども、あの、みんなのその、通る人の目が痛いっす。<laughs> 以上、ジャストメイケーブルだ動画でした。ジャストですぜーじゃんジョッキ <laughs>